多次元に同時存在する生命体イハドゥルカ、その脅威にさらされている異世界イ・プラッセール。各国合同の作戦により多大な犠牲を払いつつも、一時的にイハドゥルカをエルスバーゆえ封印することに成功する王たち。だが依然として変わらぬ危機的状況下から、彼らは力持つ異世界の人間の召喚を強いられる。さまざまな思惑を絡ませつつ展開される大規模な召喚計画。非召喚者の選出基準はただ一つの要項に限られた。イハドゥルカに対抗し得る力を持つ者、召喚されし者たちは戦いを決意する。ある者は大切な存在を守るため、ある者はさらなる力を得んがため、またある者はイハドゥルカを愛するがゆえに、そして全ての事象はエルツバーゆえと収束する。任務了解。異世界イプラセールに召喚された特異監査官ダンザイバー。エルツバーに囚われたパートナーユリーを助けるべく、ダンザイバーは多次元同一生命体イハドゥルカとの戦いを決意する。だがそんなダンザイバーを止めるため立ちはだかったのは、次週新番組完全懲悪ダンザイバー第1話、罪を断つ覇王の力、ゼロ着ダンザイバー、魔導士アルティ・アル・ラーゼル登場にダンザイバースト。何しに来た？そっちの都合で呼び出しといて今度は止めに来ましたってか？言い訳はしません。でも異界のあなたたちをイハドゥルカと戦わせるなんてやっぱり間違ってる。だから力ずくでも止めてみせるか。なら受けて立つぜ。
覇王の力が罪を断つ。完全懲悪断罪バー。 Get them Go やっはっラリーマンダーイターブラーイターブラーイターブラーフーッフーッあっヘアッフーッこうやろダマだやっやっはっはっやろくっやるおまえはっバイクライバーバイクライバーバイクライバーはっダマだライトリックスワイムくっふんはっふんはっふんふんやっはっふんリターンのやっふにんふにんふんいたーらーはっカムダウン。三鏡さん、僕は一人で背負い込むなよ。この世界、正義の味方が守ってやるさ。リプラセールを守ることを約束したダンザイバーは、次なる相手を迎え撃つ。自らの欲望のためにイハドルカの力を欲しする陰陽師天宝院ケイヤ。彼の黒い力がダンザイバーを窮地に追い込む。果たしてダンザイバーは彼に打ち勝つことができるのか。次回、完全懲悪ダンザイバー第2話、邪悪なる欲望の罠、闇より来る黒き刺客、陰陽師天宝院ケイヤ登場に、断罪バースト。あなたみたいな人、邪魔なんですよね。私のプランに狂いが生じてしまいます。ならどうするって言うんだ。もちろん邪魔にならないようにするまでですよ。 Get them Go フー仲間ファイトライバー食らいなさい。フー仲間かフッフッフッフここで突き捨てる。ダンザイバーストネタこれヘイブリードしてない。ああ楽勝さ。ユリーを助けるまで負けてたまるかだろ、ルリー。不当の末ケイヤを倒したダンザイバーの前に魔人シャハルを持つ男ライが現れた。解析不能の力を持つシャハルとダンザイブレードは魂の火花を散らす。しかし二人は魔人シャハルの持つ真の力を知らない。そして戦いの最中、ルリーの心は揺れる。次回、完全懲悪ダンザイバー第3話、夏休み怪奇シリーズ魔人シャハルの記憶、媒体ラインドウェル、レインリクス登場に、ダンザイバース。ダンザイバー、その件マテリアルスキャニングできないよ。危険だよ。心配するな。あいにくと
こんなとこで時間食ってる暇ないからな。速攻で行くぜ。切り刻みがいがありそうだぜ、あんた。たっぷり時間かけて死なせてやるよ。ゲスゴー。うん、そんなんで俺に向かってくんじゃねえ。俺ってこんなに弱かったっけ？